藤原隆君。自由民主党無所属の会の藤原隆です。私は自由民主党無所属の会を代表し、令和3年度一般会計予算案ほか2案に対し賛成の立場から討論を行います。はじめに今般の新型コロナウイルス感染症に亡くなられた皆様に心より哀悼の意を表しますとともに、治療療養中の皆様にお見舞いを申し上げます。また対応に当たっている医療従事者をはじめとした皆様に心より感謝を申し上げます。新型コロナの感染状況は緊急事態宣言下、多くの皆様のご尽力により新規感染者数等は落ち着く傾向にあります。我が国における新型コロナへの対策は、地方分権や人権という自由主義国家共通の価値観、そして人的財政的な制約の下で取り組む必要があり、その中において感染症対応と経済の両立という2つの要素のバランシングが求められます。今後は感染状況を見極めつつ経済的活動を再開させ、同時に新型コロナのリスクを許容範囲に収めるという困難な道を歩むことになります。そのためにも今はワクチンを含めた感染拡大防止に万全を期すと同時に、今後の反転攻勢の起点を作ることが何よりも重要であります。こうした中、令和3年度予算案は現下の情勢に的確に対応をする予算となっております。以下その理由を申し上げます。第一の理由は、本予算案は3次補正予算と合わせて感染拡大防止に万全の対応を行っていることです。具体的には、医療や保健衛生、そして地方公共団体運営の基盤を支える経費などに加え、保健所体制の整備や診療報酬の特例加算により新型コロナへの対応力を高めるものとなっています。さらには万一に備えて5兆円のコロナ予備費を措置しております。第二の理由は、経済復興期の経済再生の加速に目配りがなされていることです。現在政府は3次補正および予備費により時短要請協力金の国負担額の引き上げや一時支援金の支給などを行っています。加えて本予算案では6兆円を超える公共事業関係費を確保し、防災・減災・国土強靭化を加速させるとともに、農林水産物輸出5兆円目標の実現に向けた生産体制の強化を図っています。また新型コロナの影響を受けている観光・地域公共交通等の分野について重点的な支援を行っております。第3の理由は、次世代の成長の原動力となるグリーン化、デジタル化などとともに喫緊の課題である少子化対策などへの配慮もなされている点です。特に新型コロナ対応の中で対応の遅れが露呈したデジタル化に関しては、我が国のデジタル行政の統一的設計図を作る役割を果たすデジタル庁の設立、そしてオンラインで確実な本人確認を行うというデジタル社会の基盤の役割を果たすマイナンバーカード普及に向けた市町村事務を支援することとしています。第4の理由は、財政の持続可能性の観点から改革を続ける予算となっている点です。令和3年度予算では、これまで2年に1度だった薬価改定を毎年行うこととするなど、社会保障の受益と負担の改善を続ける姿勢を示しており、現在と将来の国民を守るための予算となっております。なお予算委員会では省庁職員の倫理法違反事案が議論となりました。本事案については、私からも各省庁における適正な対応を求めたいと思います。しかしながら、各省の報告等によれば行政に対する不適切な働きかけはなかったということであり、予算案に反対する理由にならないのは明らかです。当事者による調査は信用性に欠けるという指摘もあります。しかしながら、例えば総務省の調査結果を見れば、当初違反疑いを指摘された4名以外にも7名が処分などされており、真摯に調査に取り組んだ姿勢が見えます。また対象者12名からのヒアリングは個別聴取であり、口裏合わせもできません。もし行政を歪めた事実があれば、
完全に口裏を合わせることは困難ですから、個別聴取でそれを伺わせる帳票が出てくるはずです。にもかかわらず、それを疑わせる事柄が出ないということは、行政を歪めるような事実はなかったと判断をするのが自然です。今、政府が必死に新型コロナ対応に当たっているのと同様に、地方自治体も懸命の努力を行っております。その中で、我々衆議院が行うべき意思表示は、本予算案を本日可決させることによって、それぞれの現場で必死に戦っている皆様の取り組みを力強く後押しすることではないでしょうか。以上、本予算案に賛成する理由を申し述べました。議員各位のご賛同を賜りますことを強くお願い申し上げます。